はい、プレーボールどうも野球人です。開幕から2軍で好成績も今季高まで1軍勝なし、楽天安田が不憫すぎる件ということでございまして、はい、今回はですね、楽天の安田選手について見ていきたいと思います。まあね、今年で大卒3年目、非常に打力の高い大型捕手でございます。1年目2年目としっかり出番をね増やしていって、まあ今シーズン3年目はもしかしたらね正捕手もあるんじゃないかっていうところで言われておりましたが、まあただここまでね1軍で勝なし、キャンプから一度もね上に呼ばれていない状態。まあ楽天キャッチャー事情で言うと、太田選手がね正捕手を張っているっていうところもありまして、石原選手もね頑張っていたっていうところもあるんで、そこまで急ぐ必要はないのはわかるんですが、まあただね2軍で結果を出し続けているのに呼ばれないっていうところで、こう楽天ファンを中心にどうなんだっていう声も上がっておりますし、まあ他球団ファンからすればね、いや使わないならくれよというところも言われてきております。まあなんで今日はねいろいろ彼について見ていきたいと思いますが、まずはどういう選手かっていうところをしっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。安田祐真選手、プロ3年目、出身地は兵庫、2000年3月3日生まれ、22歳、185センチ、105キロ、ポジションはキャッチャー、ファースト守れる右投げ左打ち。2021年ドラフト2指名の選手、今季の年俸が1300万円。安田選手は愛知大学では2部リーグながら強打の捕手として注目され、楽天に上位指名と高評価を受けプロ入りします。1年目から開幕捕手の座を勝ち取るとお出し合いも経験、しかしその後はコロナや怪我もあり、最終的に5試合の使用にとどまっておりました。それでも2年目の昨年は2年連続の開幕マスクをつかむと、最終的に53試合の主張と大幅に主張機会が増加と、今後に期待を動くシーズンになります。しかし今シーズンは春キャンプ2軍スタートとなっていたということでございます。はい、この安田選手、愛知大学時代はね2部リーグっていうところもあって、そこまで注目はされていなかったんですが、まあただドラフトの直前にねどんどん評価が上がっていって、試合下の指名もあるんじゃないかっていうところは言われていたんですよね。ただあっても下位注意くらいかなっていうところは言われていたんですが、楽天が2位指名とめちゃくちゃ高評価だったんですよね。まあなのでドラフト時はちょっとこう高値掴みだったんじゃないかっていうところも言われておりましたが、ただね入団してからその高評価の意味っていうところもねだんだん分かってきまして、まあとにかくねボールは飛ばしますし、キャッチャーとしての能力も決して低くはない、まあ、確かに上位指名の逸材だというところではありました。でここまでね昨年までの2年間で成績見ていくと、58試合で2割18厘、120打数の26安打4ホーマー、 OPS 0.657 と、そこまでね出番は多くないんですが、まあただホームラン4本も放っておりますし、 OPS も 0.6 半ば、キャッチャーとしてはね悪くない成績で、特にね去年がかなり多く出ておりまして、53試合で2割1分8厘、110打数の24安打3ホーマー、 OPS 0.641 と、まあ去年は50試合以上に出ておりまして、太田選手、安田選手、そして炭谷選手の3人でうまいことね回していって、こう他球団と比べてもねキャッチャーに関しては非常にうまく回していたんじゃないかなというところはありました。で2軍戦でもね試合数は少ないんですが、18試合で3割9厘、55打数の17安打0ホーマー、 OPS 0.815 と、しっかりと2軍戦でもね打っておりまして、スリー率も高く、三振もね少ないっていうところもあったんで、こうさすがというところはありました。まあただね3年目の今シーズンはまさかの春キャンプ2軍スタート、今井監督になったこともあって、いろいろ扱いっていうのが変わってきております。でそのまま1軍に上がることなく、今季は開幕2軍スタート、今まで2年連続ね開幕マスクっていうところではあったんですが、3年目の今回初めて開幕を2軍で迎えていたということでございます。ではそんな安田選手、ここまでの成績はっていうところで見ていきましょう。はい、では今季の成績ですね見ていきましょう。安田選手今季の2軍成績見ていくと、3月4月からですね状態はいいです。91打数の27安打3ホーマー、16三振15四球、打率が2割9分7厘、スリー率が3割9分6厘で、長打率が4割4分、 OPS 0.836 と、まあちょっとね3月の2軍戦開幕直後はそこまで状態は上がっておりませんでしたが、まあただねその後ぐんぐん成績を残して、まあ4月がね終わる頃には打率も3割近く、OPS もね 0.8 を超えていた。で5月は70打数の20安打1ホーマー、15三振11四球、打率が2割8分6厘、出塁率が3割9分、 OPS が 0.776 と、まあ5月もねしっかりと打率を残しておりまして、 OPS も 0.7 後半、悪くない成績で、そして今月ですね6月も40打数の12安打、ホームランは0ですが7三振4四球、打率が3割、 OPS が 0.814 と、ホームランこそないんですが打率も高くね長打も出ておりまして、 OPS は 0.8 台。で計見ていきますと、201打数の59安打4ホーマー、38三振30四球、打率が2割9分4厘、出塁率が3割8分8厘、長打率が4割2分3厘で、 OPS 0.811、 そして BBK が 0.79 と、今季のねトータルで見てもしっかりと成績残しております。で開幕からね本当安定して成績を残し続けておりまして、まあ3月4月5月6月を、まあ、ずっとね
均等に打ち続けているかなというところがわかります。で、今シーズンはですね、打点の傾向が非常に強く、特にイースタンリーグがめちゃくちゃ打点なんですよね。で、その辺を踏まえると、リーグではトップ級の指標をね、記録しております。まあ、現在、イースタンリーグの規定で言っても、打率、出塁率、長打率、まあ、当然 OPS もね、含めですが、3位ということになっております。まあ、なんでイースタンリーグの中でもね、めちゃくちゃ打っているというところではありますし、まあ、去年とね、2軍の OPS はそこまで変わんないんですが、傾斜度、WRC プラスとかで見ていくと、もう全然今年の方がね、上ということになっておりますんで、やはりそういうところを見ればね、打てるキャッチャーとしての部類に間違いなく入ってくるのかなというふうに思いますし、やっぱ本当にね、楽しみな選手かなというところではあります。で、さらに今年はね、キャッチャーだけでなく、ファーストとしても 112.1 イニングに出場しております。まあ1年目、2年目もね、ファーストは守っておりましたが、ただ少しだけであったんですよね。今年はもう100イニング以上守っておりますんで、こうがっちりね、オプションとしてもつけているというところで、いろんなね、ところで出番を増やそうとしているっていうのが、今シーズンなのかなというふうに思います。まあなんで、一軍で見たいなという声がずっとね、あるんですが、まあ未だにですね、一軍に呼ばれずということになっております。まあやっぱね、安田選手、今シーズン3年目、昨年よりぐっとね、成績を上げて、レギュラー定着を願う声っていうところもあったんですが、まさかのね、まだここまで一軍で出れていないという状況になっているんですよね。で、そんな楽天でございますが、キャッチャー陣っていうところ、彼が上に呼ばれないほどのキャッチャー事情っていうところ、どうなのかっていうのを見ていきましょう。はい。では、楽天のキャッチャーっていうところで見ていきましょう。で、楽天のね、24年の1軍のキャッチャー成績見ていくと、やはりね、太田選手が一番出ておりまして、128打席、打率が2割8厘、1ホーマー、出塁率が2割9分4厘と、打率は高くないんですが、OPS はね、0.624 と、やはりキャッチャーとしてはまずまず打っております。でね、イニングも324イニング、しっかり守っておりまして、出塁率は9割9分6厘、阻止率が3割3分3厘と、やはりね、正捕手は彼なのかなというふうに思います。で、今シーズンね、台頭が目立っていたのが、石原選手ですよね。86打席、打率が2割2分9厘。で、ホームランもね、3本打っておりまして、OPS は 0.713 と、非常にね、高い打力を示しておりました。で、キャッチャーとしても220イニング守っております。ただ、阻止率は1割1分1厘と、少しこの辺に課題は残していたのかなというふうに思いますが、まあでも本当にね、この辺は魅力的でございます。で、田中選手が第3捕手としておりまして、ヒットは打っておりませんが、18イニング守っております。で、他の試合下で言うと、安田選手、で、堀内選手、で、この2人がずっとね、2軍にいた状態でございます。まあ、ただね、昨日ですよね、石原選手が登録抹消。まあちょっとね、状態が落ちていたっていうところもありましたし、頑張ってくれていたんですが、いろいろね、課題が見えてくるタイミングっていうところもあったと思いますんで、この辺で一度抹消。で、いよいよね、安田選手が上がってくるんじゃないかっていうところが言われていたんですが、まあただね、今日、堀内選手が昇格というところが判明しております。まあなんで、やっぱちょっとここでね、いろいろ物議を醸しているわけでございまして、まあここでも未だ安田選手は呼ばれずということになっております。まあやっぱね、彼打てるキャッチャーで石原選手ずっと出ておりましたから、まあ、彼を下げてくるとなると安田選手が上がってくるとね、てっきり思っておりましたが、まあそうではなかったと。まあやはりね、太田石原この二人で結構なイニング数守っておりましたし、石原選手がね下に行くっていうところは、まあ第二捕手として田中選手か堀内選手を使わないといけないというところでありますんで、まあそれだとやっぱさすがにね、キャッチャー運用的にもしんどいなというところはあるんではないでしょうか。ではなんでね、ここまで安田選手上がってこないのかと言いますと、まあ三月のね、今井監督のコメントっていうところに、まあそれが現れているのかなというふうに思います。今はこっち、一軍にいるより二軍で道であった方がいいと判断した、いいキャラクターはしているんですけど、キャッチャーって面白いだけじゃできない。勉強も含めて今はファームにいさせている。打ったりもしてますけど、バッティングは水物、とにかくピッチャーを引っ張ってほしい。彼はスケールの大きい選手なので、みっちりという感じというところで、まあ勝ててからね、彼を二軍でじっくり育てるっていうところは言っておりました。まあバッティングの方はね、当然いいんですが、やはり守備面っていうところ、まあ、今井さんの中ではね、ちょっとそこが課題に感じているようでございます。まあ安田選手ね、非常に肩も強く、今シーズン2軍のね、阻止率っていうところも4割を超えて優秀。まあただ確かにブロッキングの能力などが気になるっちゃ気になるっていうところもあるのかなというふうに思います。まあ今井さんから見るとね、そういう印象になってくるのかなというふうに思いますが、まあただやはりね、2軍にどっぷりつけるだけじゃなくて、まあ上で使いつつっていうところもできるとは思いますし、石原選手が下がってきたタイミングでもありますんで、まあそういう方針であっても別に上げてもいいのかなっていうのは個人的には思うところではありますけどね。で、さらにちょっとね、いろいろ言われているのが今日の入れ替えのコメントでございます。いろんな意味で刺激を入れるにもいいかな。石原は若いし、体をしっかり動かしていろいろ経験していった方がいいと思った。しっかりファームでやればまた一軍の方に呼びたい。前石原選手を落とした理由をね、語っております。で、堀内選手をね、上げてきた理由に関してはファームで頑張っていましたし、そうやってファームで頑張っている選手も見たい。一軍二軍みんなでやっていければというところを言っておりました。まあ、ちょっとね、このコメントがですね、楽天ファンの中では少し引っかかるようでございまして、じゃあ安田選手はね、頑張って
ていないのかというところにもね、捉えられてしまいますし、まあ成績で言うとね、圧倒的に安田選手の方が上っていうところもありますし、まあ守備の能力で圧倒的に堀内選手の方が上かというとね、そういうところでもないんで、こうやっぱ眼中に入っていないんじゃないかっていうところも言われております。まあやっぱ今井さんの中ではね、安田選手は守備に課題があるという認識であるんでしょうが、まあただね、開幕マスクを2年連続掴んでいたっていうところもあって、まあ前のね、石井政権ではそこまでめちゃくちゃ悪いっていうところも目立ってはいなかったんで、まあこの辺はね、首脳陣が変わっていろいろ考え方もね、変わるところなのかなというふうに思いますが、まあ果たしてね、今後楽天のキャッチャー事情っていうところ、こう安田選手は上がってくるのか、まあそれともね、本当にシーズン終わりまで2軍でずっとね、つけていくのかというところ、まあわかんないんですが、まあちょっとこれからにね、注目したいところかなというふうに思います。はい。じゃあ今日は以上ですね、最後ネットへの反応を見ておりましょう。はい。ではネットでの反応を見ていきましょう。安田は2軍で収まるような選手じゃないから、ちゃんと見てやってほしい。頼むよ、今江さんということで。はい。そうですね。まあやっぱね、安田選手、1軍で使ってほしいっていう声がめちゃくちゃ多いのかなっていうふうに思います。こう SNS 等でもね、安田上げてくれっていう意見もね、割とありますし、で他球団から見てもね、いやなんで上げないのかなというところは、日に日に言われてきております。まあ実際ね、打力に関しては、今1軍で出ても、しっかりとやってくれるかなというふうに思いますし、まあ、単純にもったいないなっていうのはありますよね。まあ今江さんの中では、ちょっと守備が厳しいっていうところもあっての2軍っていうね、説明ではありましたが、まあただそれでもね、キャッチャー失格っていうレベルでは全然ありませんし、去年もね、1軍でしっかり使っていて、ピッチャー陣の信用もね、得ていたと思うんですよね。でやっぱね、2軍でつけていくだけが選手の育て方っていうところではないと思いますし、まあ例えば1軍で、まあキャッチャーで使いつつ、試合に出ない時は DH とかで使っていくっていうのも全然いいですし、まあその間でしっかりとね、キャッチャーの練習はできると思います。こうやっぱね、タイプで言うと、西武からオリックスに行った森友哉選手もね、そういった感じでしっかりと正捕手を掴んでいったっていうね、経緯もありますし、まあせっかくパリーグね、 DH があるんで、そういった使い方をしていかないとね、もったいないかなっていうふうに思いますし、まあ実際ね、楽天 DH の成績ってめちゃくちゃ悪いんですよね。パリーグでももう一番悪いレベルの成績になっております。まあその辺のところを考えると、やっぱね、一軍でしっかりと育てるっていう方法も取れるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあその辺はまあわからなくもないんですが、柔軟にいってほしいところでもあるのかなっていうふうに思います。で一方こちら見ていきましょう。安田トレードなんてものが実現したら絶命しちゃう、ファン辞めるぐらいには辛い。はい。で一方ね、結構言われ出してきているのがトレードですよね。やはりね、セリーグパリーグ交流戦の終わったタイミングでいろいろね、動きがあるんじゃないかっていうふうに言われておりますし、まあ最近ね、私の動画でもしょっちゅうそのお話はしているんですが、まあそれも相まってね、ちょっとこのまま使われないなら安田トレードあるんじゃないか、使わないならくれよみたいなね、ことも言われておりますし、楽天ファンもいやないと思うけどもしかしたらみたいにビクビクしている人も多いんじゃないかなというふうに思います。まあやっぱね、個人的な考えで言うと、さすがにそれはないかなというか、まあやはりどう考えても安田選手ポテンシャルは抜群でありますし、キャッチャーの能力も破綻しているわけではありません。肩もしっかり強いですしね、まあこれから本当に正捕手になっていく選手ではあるとは思いますし、球界を代表するようなね、打てるキャッチャーになれる選手かなというふうに思います。まあそこをね、仮に今井監督が分かっていなくとも、楽天の球団フロントその辺はしっかりね、分かっているんじゃないかなというふうに思いますし、まあだからこそね、2位指名した選手かなというふうに思います。まあその辺を考えるとトレードはないとね、考えていいのかなというふうに思いますし、まあ彼をトレードに出してしまったらね、よっぽどいい選手を取ってこないとね、厳しいかなっていうところはありますんで、そこまで心配しなくてもね、いいのかなというか、まあたとえキャッチャーがダメだとしてもね、ファーストであったり外野であったり、もしかしたらサードもできるかもしれないんでね、まあそういうコンバートの線とかもいろいろ考えていくと、まあ正直彼を出す選択肢っていうのはね、NPB ではゼロに近いのかなというふうに思いますんで、あんまりね、心配しなくてもいいのかなというふうに思いますが、まあただここまで使われなければね、そういった心配の声も出るのもわかりますんで、交付協期限終了するまでね、ちょっと心配なところではありますが、まあその辺も含め、ちょっとまあ目が離せないところかなというふうに思います。はい。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲーム、セット。ありがとうございました。